はい、今回は、ねまあ、ユタボンさんがまた釣りタイトルで、えー、釣ろうとしてるけど失敗したっていう記事が出てたんでねこれを紹介していこうかなというふうに思います。まあ、何があったかっていうと最近、えー、と逮捕された環境活動家みたいな人の、えー、グレタ・トゥーンベリさんとね対談をしたいみたいな、えー、そういうふうなタイトルに。 だった、えー、動画を上げたんですけど、まあ、どうやらこれがただ単に願望を語るだけの動画になってしまったらしいんですよ。でこのタイトルの書き方だったら、えー、グレタと対談するのかというふうに思ってしまって釣られてしまった人がいるんじゃないかっていうふうな感じなんですよね。うん、でまあある意味これは、まあ、戦略なのかとそういうふうなことを思われるぐらいにはさ格好のネタになってるよう,ような気がするんですよね。<laughs> まあ、これれれれだけ、ねえー、と週刊誌ととか、まあ、ネット記事で取りり上げらるるってていうことはそれなりに注目されてるのじゃないか なっていう風な見方もできるんですけど、まあ、でも悪い方向で注目されてますから、まあ、決してまあ、作戦とは言ってもあんまりいい作戦ではないんじゃないのかな？っていう風に思ったりするんですよね。うん。まあ、結局まあ結論を先に言いますけど、まあみんな知ってた。というか、そういう風な。 こう感想しかないですね。うん、正直まあ知ってたっていうよりも、そのグレタと何を話すのっていう風うに思いましたね、うん。環境というか規模が違いすぎますよね。グレタは環境活動家だから、それっぽいことをやってるように見せかけてこう。世界中回って、ね、ある意味有名人なわけじゃないですか。でもユタボン君って学校行きたくない。やつは行かんでいいみたいな。そういうことを言ってるだけで。まあ、日本限定まあ。グレタはえっ、ー、と世界世界中にこう。 問題提起というかそういうの知っているし、そういうことできるようなトピックなんだけど、日本限定でしかユタボン君で通じないと思うんですよね。でしかもネットでバリ雑音を載せてえっと発信してるだけっていう風な感じだから余計に。 こう、うなな、ななんんんていいかかみが動かないんですよね環境問題は世界中に重要がある、えー、重要性があるかもしれないんですけど別にユタボンの言ってることって日本でしか通用しないしまあ確かにその学校に居場所がないっていう人世界中にいるでしょうけどユタボン君は日本の学校とか日本人をディスったりだとか一般大衆に向かってツイッターで「バリ雑語」を並べるえっ、ー、とアンチがごちゃごちゃ言っているとかまあ広末涼子の件もそうでしたけどまあなんか、えー、とごちゃごちゃ言ってるやつが一番気持ち悪いんだみたいなそういうこと 発信してしまってるわけじゃないですかでちょっと喋っただけでこの差があるのに一体何を話すんだっていう一体何の話をするんだっていう風な感じになってますよね。うん、まあ、あの何、ー、でしょうね。まあ何を話すのかっていうのはちょっとわからないんですけど、まあうん、ず,ずっとなんか平行線というかあのお互いの会話が噛み合わない状態で、えっと、終わってしまうような気がするんですよね。うん、まあそんな感じに僕は思いました。まあえっと先にね,ねちょっと、まあ、前置きというか自分の話が長くなっちゃったんでえっと 記事を、ね、抜粋していいけたらなと,けたらなという,ふうに思います結論から言うと、グレタさんと対談した事実は一切なく、ただ彼女と対談してみたいと願望を口にしているだけでした。釣られてしまった人もいたようです。動画は8分7秒。前半部分では過去に投稿された動画が流用され、ラスト3分は過去のエンディングソングで、ユタボンがグレタさんについて喋ってたのは実質数分です。 YouTube コンテンツは8分以上だと収益性が高まると言われているため長いエンディングや過去動画の使い回しで尺を稼ごうとしたという見方が強いですが以前も何度かこの方法をやっているため視聴者からは批判の声が上がっています。 ここ数ヶ月再生回数10万を超える動画がなかなか生まれないユータボン尺稼ぎではなく独自の意見で動画を構成できるスキルが求められているようだをあのこの記事を書いた人もミス化してますよね独自の意見で動画を構成するスキルが求められているようだ、うんまあ、言い換えれば自分のスキルで動画を作ってないんだと、えっと、自分の、えっと どえ自分のスキルじゃ動画を構成できるような、えっと、基準には達してないんだっていうふうに、えー、言われてるような感じですよね。うんまあ、この記者もねなかなかこう鋭いこう視点というかそういうのをお持ちのようですね、うんまああのー。よく見てるなとは思いました。よく見てるなと思いました。なんか,なんか上から見せになっちゃいましたけど。うん、なんか すごいなと忙しい合間を縫ってこうユタボン君の動画を見たっていうのはすごい尊敬できるなっていうふうに思いました、はい、でまあ先ほども申し上げたんですけど、えー、とグレタとユタボンではこう動かせるお金がそもそも違いすぎるんですよね、まあ、それはあの貧困ビジネスとか環境ビジネス的なお金が動いているからだと思うんですよねグレタの場合、うん。どっかしらの団体とか会社がグレタを使ったら得するんだと、えー、そういうふうなところで彼女を使ってるんでしょうけど、うんまあ、あんまり知らない人が見たら若い人が えええらいいいねねと、えっと若いののにに環境のことをそんなに考えて偉いねみたいなそういうことを言われたのかなんか知らないですけどまあそういうふうな感じなわけじゃないですかでもこう逮捕のニュースがこう遠く離れた日本に伝わってくる、えっと、この人は確かスウェーデンとかフィンランドとかあの辺の出身だったんで、えっと、それぐらいの。 どこからわざわざ日本にそういうニュースが来るっていうのはそれだけ影響力があるっていうことですよね。うん、まあちょっと出どころがわからないですけどあのお金を回すだけの影響力があるってううことなんでしょうね、まあ、それだけ、うんまあ、それが過激すぎて逮捕されちゃったっていう風な感じですけどね、まあ、逮捕されて当然といえば当然ですけどとまだ正直そのまだ10代の人間を政治利用とかなんだろうな

なんだ少年少女みたいなそういうふうな共通点はあったのかもしれないですねはいまあそんな感じですけど、うん、でもユタオンってそのまあユタオンの話に戻るんですけどユタオン君ってお金を動かす力はまああ,あるっちゃあるけどでもなんか。 あんんまりななないいいいいとううううかかか悪い方向に動かせるそ風ううう才能しかないと思うんですよね <laughs> 確かにそのテレビに出たりとかどっかの企業の広告塔になったりしてますけど全部マイナスイメージになってるわけじゃないですかでそれを原因はもう単純明快でずっと私が申し上げてる私とか、えっと、他の VTuber の方々が申し上げているように Twitter でバリ造語を並べてる、まあ、前回のお話ですけど父親の言葉をそっくりそのままコピペをしてるだけ。 えとしかもその父親の方が「バリ雑語」をネットで書きまくってるみたいなそれが遺伝してしまったっていう感じなわけじゃないですか正直まともな会社でなおかつちゃんと素性を調べてるところってなおさらユタボンと仕事したくないと思うんですよねあれだけこう「バリ雑語」を並べてるからでまあ、えー、とそういうやつが自分のとこの企業の広告層だっていうふうになったらあのみんなどう思うかって普通にあの想像つくわけじゃないですかだかだらあのまう、あ、うんもうなんもなか 悪い方向にお金を動かすことはできるけどでもちゃんとした企業とかと,、えー、と一緒に仕事するっていうのはまあ今の段階ではちょっと難しいのかなっていうふうには思いますよね。はい,いうふうな感じでした。はい、まとめるともうすでにこう環境活動と不登校っていう前提条件の時点でその世界中同じ問題を抱えてるかどうかっていうところでもう差がついちゃってるんですよね。まあ、それはししょうががないいとしてももやりり方があまりにもひどいから で、まひどいのでイメージが悪すぎる。そういう風な状態なわけですよね。ゆたぼんくんはだから共感する団体とか企業もなくて。 で結局自分たちの利益にはならなくななならくってるんじゃないかなと,っと一時的にはそのお金が入ってくるまあそのなんかちゃんと素性を調べない企業とかとコラボしたりとかまあたまにテレビに出たりとかしてますけどそういう風な一時的な利益にはなるんだけど長期的な目線で稼ぐというか長期的な目線でこうした方がいいよねと信用積み重ねた方がいいよねっていう風な発想は彼らにはないので。 なん、えっとまあ、でかっていうとこれもあの語彙力の話になっちゃうんですけど語彙力がないから、えっと、想像力がない、えっと、こう1年後2年後のこと考えられないみたいなそういうふうな状態になっちゃってるので、まあえっと、彼らの利益には、えー、一時的にはなるけど長期的にはもうならないからあ,のあんまり稼げるというか、えっとまあ、そういうふうないい方向でお金を集めるっていうのは彼らにはできないんじゃないかなというふうに思ってます今の状態ではね。うんまあ、ユタゴン君はまだ14歳15歳 だから、まあ、挽回の余地は全然あるし、まあ、グレタもね逮捕されてるから、まあ、これを機にあのなんだ悔い改めるというかそのきっかけになればいいと思うんですけどまあどうなのかな、まあ、その思春期に覚えたこととかそういうのは一生残りますから,からそれがどういうふうな感じで いい方向に働くのかっていうのは、まあ、あの正直、まあ、転ばぬ先の杖的な感じで、まあ、転ばぬ先の杖おかしいな一寸先は闇的な感じであの分からない誰にも分からない部分ではあるんですけど、まあ、だから、まあ、彼らにはね、まあ、ちゃんと。まあ 良、えー、くなってほしいなとはいう風に僕は思ってます。はいということでね、えー、今日はユタボンとグレタが対談したいって言ってたけど、まあ共通点ないから話噛み合わないんじゃないのと、えっ、ー、と唯一共通点があるとすれば、まあ大人に都合よく使われちゃってる10代というかそういう風うな印象。 がありますっていうふうな話でした。はい。ということでね、今日は以上にしたいと思います。面白いと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録お願いします。それでは、お疲れ様です。オンライン個別指導塾、かなで塾は生徒を募集しております。お問い合わせは下の概要欄からメールアドレスでご応募ください。お待ちしております。